こんばんは、レレヘイキングです。先日買ったブライトサン BS20S ブライトサンですよ。弦がかなり安定してきたんで視聴してみたいと思います。さっきちょっとチューニングやったんで多分合ってると思いますが、確認のためにチューニング、ちょっとずれてます。 GGGCCCEEA です。チューニングできました。どうでしょう。21インチパイナップルサイズ、トップはソリッドコア、バックサイドもソリッドコア、結構綺麗です。テカテカの塗装がしてあります。市販はローズウッド、これローズウッドです。市販です。ポジションマークが5、7、10、12、15と入ってますね。サイドには7フレットのとこに1個だけ入ってます。それでネックは分かりますかね、このここでつながってますね。こうしましょうか。このここでつながってます。それともう一つ頭の方のと分かりにくいですが、このここでも斜めにつながってます。だからこのネックは1、2、3と3つのパーツを接着してできてます。この付き板、これね、ここは黒で綺麗に貼られていますね。ペグもね、結構滑らかで安定してると思います。そしてこの弦はあのダダリオの、EJ87という弦だそうです。どうでしょうね。ボディが短板なので結構深みがあるというか、いい音だとは思います。少しどうでしょう、音量は普通よりもちょっと小さめですかね。
腕が悪いですけど、どうでしょう。これで15,000円お釣りが来ます。ブライトさん BS20S でした。また後でこれを使って曲もアップするんで、よかったら聴いてください。レレーキングでした。 Yeah.